好天に恵まれました楽天生命パーク宮城です。パシフィックリーグ公式戦東北楽天ゴールデンイーグルス対千葉ロッテマリーンズの5回戦です。解説は西俊久さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。赤星さん、試合開始前は選手のどのようなところに注目していらっしゃいますか？そうですね、僕は一番は表情ですかね。一番表情。まずはイーグルスの先発早川が楽天生命パーク宮城のマウンドに上がります。どんな西さん、1番バッターというのはどのような気持ちで打席に入るんですか？そうですね、後ろのバッターにですね、勇気を与えるようなそんな打席にしたいという思いで自分はやってました。なるほどね。打ちました。これはショートライナー。バッターは2番に入っている加藤。昨日のゲームで猛打賞を記録しています。前の試合は調子が良かったですよね。そうですね。さあここも期待がかかります。まずはワンアウトを取っています。マウンド上のピッチャーは早川、そしてキャッチャーは田中。このバッテリーをマリーンズ打線がどう攻略していくか。西さん、このあたりいかにピッチャーを打ち崩していくかも注目ですよね。打線が機能すれば相手ピッチャーを攻略するだけの力を持ってますからね。そうですね、その打線は機能してくるんです。アウトコース見送っています。打ちました。打球はセンターへ。ここは打ち上げています。最後はセンターフライ、掴んで3アウトです。1回の裏、オコエが打席に入ります。2試合当たりが出ていません。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。引っ張った、弾き返した打球はレフトへ。レフト掴んでワンアウト。バッターは2番に入っている藤田。昨日のゲームでは無安打に終わっています。種市、まずは先頭バッターを打ち取っています。ランナー出塁しました。ワンアウトランナー。相手バッテリーはゲッツーを狙ってくると思うんで、そういうボールには気をつけたいですよね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。バッター、この当たりはどうか。伸びる、ライト掴んで2アウト。バッターボックスは4番浅村。昨日のゲームでは無安打に終わっています。2アウトになっています。初球は際どいところに来ました。ストライクです。落ちる球を持ってきました。引っ張った、サード取った、一塁アウト、スリーアウトです。2回に入ります。マリーンズの攻撃、バッターボックスには4番中村。昨日のゲームではホームランを初球打ち、ヒットになった。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。さあイーグルス、先制のピンチを迎えています。やはり先取点はやりたくないんで、ここは集中したいですよね。うん、そうですよね。さあそのマウンド上の早川、この状況ライト方向を流しました。打球はライトへ。セカンドランナータッチアップ。バッテリーとしてはここの攻め方は特に大事になってきますよね。初球抜けてしまったでしょうか。大きく外れます。ボール先行です。外れました。ボールが3つになります。4球目は何で来るか。切れてますよね。はい、変化球が決まっています。内へ、これは決まった。さあフルカウントまで持ってきました。打ちました。これはショートライナー。いい形でアウトが取れましたね。初球打ち、高い打球右中間へ。辰巳が掴んで3アウトです。先制のチャンスがあったマリーン。初球ストライクを取りました。低めはボール。これが3球目。ここ
ここは落としてきました。打ちました。ファールグラウンドへのフライです。ファールグラウンドで掴んでワンアウトです。バッターボックスには6番田中、まずはワンアウトを取っています。掴んで2アウトです。バッターは7番に入っている鈴木。2試合当たりが出ていません。2アウトになっています。よく見極めましたね。はい、低めわずかに外れてボール。ボール先行です。ここは1球見ました。打ちました。痛烈な打球、わずかに右に切りました。ファールボール。打った、取って3アウトです。3回の表、マリーンズの攻撃。バッターは8番キャッチャーでマスクをかぶっている田村。昨日はマルチ。打ちました。高いバウンド、セカンドが取る。アウト、ワンアウト。バッターは9番に入っているレアード。早川、まずは先頭バッターを打ち取っています。引っ張った、これはどうだ。藤田、アウト、2アウト。打順はトップに帰って和田。先ほどの打席はショートライナーに倒れています。前の打席はアウトにはなりましたけど、真ん中打ちました。これはどうか、ワンバウンドヒットになりました。ツーアウト、ランナー一塁。さあ一塁には先制のランナー、バッターボックスには加藤、そして一塁ランナーは和田。盗塁も考えられますから、ランナーのケアが必要ですよね。さあここはスタートを切らせるんでしょうか。はい、アウトコース、ボール。これが2球目。走ってきた、キャッチャー2塁送球する。この場面で盗塁を決められてしまいました。まあ走ってくるのは分かってたはずなんで、もう少し工夫してもらいたかった。追っつけて打ちました。これはどうか、ヒットになった。セカンドランナーホームイン。マリーンズ1点を先制しました。見事なタイムリーヒット、1対0。序盤から試合が動いていきます。バッターボックスには3番荻野。イーグルスこの回1点を失っています。さあ先制点を奪われて、真ん中打ちました。ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナーホームイン。マリーンズ1点追加します。右中間、抑えたかったんですがタイムリーが出て追加点を奪われています。高め打ちました、ヒットになった。三塁を回っていく、セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。マリーンズ1点追加します。ライトオーバーのタイムリーヒット。抑えたかったんですがタイムリーが出て、打ちました、取った、一塁へ。一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの赤星さん、今日のボールなんですが相当切れてるんじゃないですかね。そうなんですよね。バッターからするとまっすぐを待って打ちに行っていると思うんですが、でも分かってても空振りをするということはスピードよりもかなり速く感じてると思うんですよ。なるほど、本当にいいボール行っているようです。ファールグラウンドへのフライです。ファールグラウンドで掴んでワンアウトです。バッターボックスには指名打者の小郷。まずはワンアウトを取っています。さあ2球目は何か、変化球がインコースに決まります。あっという間に2ストライクです。落ちる球、インサイド、詰まりながらもセンターへ。ここはフライになっています。センターが取りました。2アウトです。打順は1番に帰ります。バッターオコエ、先ほどの打席はレフトフライに倒れています。ツーアウトになっています。さあ3球目は何か、高めのボール打ちました。大きな打球になった。レフトバックする、バックする。高めに浮いた変化球、強引に引っ張ったあたりはスタンドに届いていきました。ここ一番の集中力が光ります。これで2点差まで詰め寄りました。バッターボックス藤田、
先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。イーグルス打ちました。このフライはヒットになりそうだ。中村が掴んで3アウトです。しかしこの回イーグルス点差を縮めていきます。回は4回の表に入っています。マリーンズの攻撃、バッターは今日 DH に入っている角中。先ほどの打席はショートライナーに倒れています。イーグルス引っ張った、ライトへ打球伸びる、ライトが取りました。ワンアウトです。打順は7番ミキ。先ほどの打席は先制のチャンスだったんですがセンターフライに倒れています。早川まずは先頭バッターを打ち取っています。打ちました。センターライナー掴んでこれで2アウトです。バッターボックスは8番田村。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。2アウトになっています。まず何を投げてくるか。痛烈、これはどうだ。レフトの前、あっという間にレフトへ。ツーアウトランナー一塁。9番バッターレアード、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。打ちました。ファールグラウンドへのフライです。最後はファールグラウンドで掴んで3アウトです。楽天イーグルス4回裏の攻撃になります。辰巳がバッターボックスに入ります。先ほどの打席はライトフライに倒れています。前の打席はヒットになってもおかしくないような当たりでしたよね。タイミングは取れてるんで期待していいと思いますね。期待しましょう。イーグルスビハインドで迎える。インサイド落ちました。さあどうだ。センター掴んでワンアウト。打順は4番浅村。先ほどの打席はサードゴロに倒れています。まずはワンアウトを取っています。初球空振りです。落ちる球を選択しましたが手を出しませんでした。低めのボール入りました。ワンボールツーストライクです。ボールになります。平行カウント。よく見ましたよね。選球眼がありますね。はい、ストレートわずかに外れてボール。スリーボールツーストライク、フルカウントになっています。ランナー出塁しました。ワンアウト。インサイド空振り。打ちました。取った。セカンド送球、二塁アウト。さあツーアウトながらランナーを一塁に置いています。バッターは田中、そして塁上には茂木。ここは盗塁もいいかもしれませんね。どう動いてくるでしょうか。ランナースタート、キャッチャー送球して、ナイス盗塁成功。チリ盗塁を決めてきました。まあこの足ですからね、簡単には止められないでしょうね。落としてきましたがこれは外れます。しっかり捉えた。ワンバウンドヒットになった。セカンドランナーサードジャンパスを蹴った。セカンドランナーホームイン。タッチはアウト。スリーアウトです。ここはうまく打ち返していきました。見事な。5回の表にゲームが進んでいきます。マリーンズ打順よく1番から始まります。バッターは和田。先ほどのヒットはしっかり捉えた打球でしたよね。ええ、ここは慎重に行った方がいいでしょうね。そうですね。イーグルス1点ビハインドで迎える5回です。外外れてボール。スライダーが決まります。フルカウントです。打ちました。流しました。打球はレフトへ。レフトが取りました。ワンアウトです。打順は2番加藤。先ほどの打席で先制となるツーベースヒットを放っています。いやあのタイムリーは痛かったですよね。はい、今度は抑えないといけませんよね。そうですね。早川まずは先頭バッターを打ち取っています。今日の先発ピッチャーはイーグルスが早川、そしてマリーンズが種市、この2人の投げ合いとなっています。打ちました。取って2アウトです。3番バッター荻野、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。抑えきれませんでしたね。インコース詰まりました。この打球はフライになっています。藤田が抑え、
バッターとしてはそろそろ打ち崩していきたいところですよね。そうですね、まあそろそろ攻略してほしいと言いますか、各バッターも打ちました。ショート取った、アウト、ワンアウトです。8番バッター田中、先ほどの打席はファールフライに倒れています。まずはワンアウトを取っています。さてこのところのイーグルスですが、ここまで2連敗、連敗は避けたいところでしょう。打ちました、エチェバリア、ツーアウトになりました。バッターは今日 DH に入っている小郷、先ほどの打席はセンターフライに倒れて、バッター弾き返した打球はライトへ、加藤が掴んで3アウトです。反撃したい楽天でしたが、ここは三者凡退に終わっています。5回終わって3対2、マリーンズが1点をリードしています。楽天生命パーク宮城からお送りしています。ゲームは6回の表に入ります。マリーンズの攻撃、バッターボックスは4番、初球打ち、この当たりはどうか、ワンバウンドヒットになりました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁到達、これで3打数3安打。ここはうまく引っ張られてツーベースヒットとされています。初球は何から入ってくるか、打ち上げました、高い打球になった、ここは打ち上げています、抑えてワンアウト、ワンアウトランナー二塁と変わっています。こういった形で攻撃の流れを切っていきたいですよね。甘い変化球になりましたが、これは入っています。ストライクゾーンをいっぱいに攻めてきます。ここはあっという間に追い込んでいます。これが4球目、この球は外れました。さあ5球目は何か、打ち上げた、ショートフライ抑えてアウト、ツーアウト。さあまず1球目、最初は変化球できました。次が2球目、三遊間抜けた、セカンドランナー帰れば追加点、レフト前ヒット、三木今日の初ヒットがここで出ました。まず際どいコースをついてきました。ああよく見ましたね、はい、外のストレートわずかに外れてボール、一塁ランナーを、一塁はセーフ、打ち上げました、高い打球、ここはフライになっています。掴んで3アウト、追加点は6回の裏、楽天イーグルス打順よく1番から始まります。オコエがバッターボックスに入ります。先ほどの打席でソロホームランを放っています。イーグルス1点ビハインドで迎える6回の攻撃です。際どいコースに送ってストライク、打ちました、ミキ、アウト、ツーアウト。バッターボックスは3番辰巳、先ほどの打席はセンターフライに倒れています。前の打席は打ちました、高く上がった、これはどうか、一塁蹴って二塁に向かう、バッターランナーは二塁到達、辰巳、これが今日の初ヒット、ツーアウトランナー二塁。ここはこれが1球目、外のボール打っていった、この打球はフライになっています。掴んで3アウト、同点は許しませんでした。これから7回、さあマウンドを任されたのはソン・チャーホー、今シーズン6試合目の登板です。さあ西さん、ここで出てきましたね。まあしっかり攻略したいですよ。そうですね、まあただ流れを変えられないようにしっかり攻めていきたい。さあ外してくるのか、変化球空振り、ワンアウトです。打順はトップに帰って和田、今日は盗塁が一つあります。ワンアウトランナーなし、打ちました、これはどうか、破りました、センター前、これでマルチヒット、ワンアウトランナー一塁です。ご覧いただいています、これは
まあ、キャッチャー送球がうまいですからランナーは気をつけないといけませんね。なるほど、そうですね。一塁牽制、二塁送球、二塁タッチはアウト。これが初球、初球ボール。次が3球目、高めに持ってきました。ワンボールツーストライクです。流しました、これはどうだ、抜けました。これでマルチヒット、ツーアウトランナー一塁。ここはうまく流されてしまいました。バッターボックス荻野、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ヒットでランナーを一塁に置いています。西さんどうでしょう、高めのボール、センターへ打球伸びる、辰巳が抑えて3アウトチェンジです。ランナー出ましたがマリーンズ、楽天イーグルス、ラッキーセブンの攻撃になります。打順は5番茂木、今日は盗塁を1つ成功させています。初球打ち、これはどうか、ボールを拾って茂木、ヒットが出ました。ノーアウトランナー1塁です。これが先ほどのプレーになります。ここはゴロを打たせるようなボールには気をつけたいですよね。なるほど、そうですね。初球大きく外れています。2球目は何で来るか、ストレート打っていった、落ちた、ヒットになる、センター前ヒット、これでマルチヒット。厳しいコースだったんですがうまく打ち、送りバントだ、三塁方向、ピッチャー取った、一塁アウト、きっちりと送って、バッターボックスには代打の銀次。西さん、なんとか逆転したいですよね。いや、当然試合をひっくり返してやる、そんな気持ちで打席には入ってるでしょうね。そうですよね、ここはぜひ決めておきたい、はい、さあ初球は何か、いいコースですが外れています。これが2球目、ボールになります。ボール先行です。抑えの効いたいいボールですよね。はい、低めのストレート、ストライク、センターへ持っていった、これは面白い当たり、ワンバウンドヒットになった、勝ち越しのランナーが三塁を回った、セカンドランナーも今ホームイン、イーグルス逆転しました。期待を裏切らないこの場面で逆転に成功した。マリーンズ、初球ボール球です、内へ、これは決まった、いいストレートですよね。インローのストレート、力のあるボールです。ワンボールツーストライクです。さあ仕留められるか、高めに大きく外れています。スリーボールツーストライク、いい当たり、ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナーサードがパスを蹴った、ホームに送球、セカンドランナーホームイン、イーグルス。ご覧いただきましょう、ここで見事なタイムリー、点差を広げます。初球は何で来るか、キャッチャー二塁送球する、ナイスセーフ、盗塁成功、見事に盗塁を決めた場面です。まあここまで来たらバッターだけに集中した方がいいかもしれませんね。低め見ました、ボールです。これは内へ外れます、アウトコース、ファウル。6球目は何で来るか、ふわふわっと上がった、ここは打ち上げています、抑えてツーアウト、ツーアウトランナー二塁となりました。
さあそして打席には藤田が入ります。さあ2アウトながらストレート打った抜けた、セカンドランナー帰れば追加点、ホームへ、セカンドランナーホームイン、イーグルス追加点を挙げました。ご覧いただきましょう、ここで見事なタイムリー、点差を。初球は際どいところに来ました、ストライクです。いや、あれを打ちに行くのは難しいでしょうね。インローへキレのある変化、インサイド打ち上げました、左中間へ打球伸びる。しかしこの回イーグルス貴重な得点でリードしました。これから8回マリーンズの攻撃です。さあマウンドに上がったのは牧田、今シーズン5試合目の登板です。打ちました、取った、アウト、ワンアウト。バッターボックスには5番エチェバリア、今日はまだ当たりがありません。ワンアウトランナーありません。最初は変化球できました、体に近いところ、ボール先行です。低めの変化球は決まりません。外は入っています、3ボール2ストライクです。打ちました、セカンド取る、2アウトになりました。バッターは DH 角中、今日はまだ当たりがありません。2アウトランナーありません。初球ボール、さあ2球目は何か、低めで外れてボール、ボール先行です。見ましたがこれはストライク、引っ張った、続き一塁アウト、スリーアウトです。8回の裏、さあイーグルスこの回は4番から始まります。バッターは浅村、先ほどの打席は同点のチャンスだったんですが内野フライに打ち取られています。初球ストライク、低いところへ決めてきました、ノーボールツーストライク。変化球空振り、ワンアウトです。5番バッター茂木、先ほどの内野安打はしぶとかったですよね、はい、バッターの足が速いと守ってる野手にもプレッシャーがかかりますから、それがミスを誘ったりするんですよね。本当にそうですね。ワンアウトランナーなし、ここは中途半端なバッティングでゲッツーなんてことにならないようにしたいです。ファーストランナースタート、タッチアウト、盗塁失敗、仕掛けていったんですがスチール成功とはなりませんでした。いやーこれは残念でしたね。3球目打ちました、ヒットになった、これで3安打猛打賞。ホームに送球する、ライト前ヒット、これで3連打。バッターボックスは8番銀次、チャンスが広がっています。さあイーグルス追加点のチャンスを迎えています。マリーン、初球から際どいコースをついてきます、チェンジアップには反応しません、ボールです。変化球打った、セカンド取った、一塁アウト、これで3アウト、ランナー出ましたが。さあ最終回、楽天生命パークが歓声に包まれました。さあマウンドに上がったのは松井、今シーズンは4試合投げて3セーブを挙げています。
さあ西さん、当然予定通りということなんでしょうけれども、いかがですか。まあなかなか打つのは難しいですけど、なんとか攻略してもらいたいですね。そうですね。さあ注目の打席です。はい、これから9回マリーンズは代打を送ります。バッターは藤岡。イーグルスリードで迎える最終回です。打ちました。これはどうだ。センターに抜けました。先頭バッターを出してしまいました。ここは併殺だけは避けたいですね。なるほど、そうですね。さあここでマリアウトコース見送っています。ランナースタート、キャッチャー二塁送球する。ここで盗塁を許してしまいました。まあ走ってくるのは分かってたはずなんで、もう少し工夫してもらいたかったですね。釣り球、しかし誘いには乗りません。これで3ボール。低めストライクになります。これでフルカウント。次が勝負の1球になります。内のボール打っていった。この打球は落ちそうだ。内野安打になった。今日もマルチヒット。バッターボックスは9番レアード。イーグルス連打でランナーを増やしています。さあ点差を詰められたくないこの場面。まずはボールから入りました。いいストレートですよね。はい、ストレートが決まっています。外へ持っていきましたが入りません。外低め決まってストライク。ここは絶対抑えたい場面です。変化球が高めに抜けます。3ボール2ストライクとフルカウントとなりました。右中間へ持っていった。ワンバウンドヒットになった。ファーストランナーセカンドからパスを蹴った。一塁ランナー三塁も回った。これはどうだ。ファーストランナーもホームイン。マリーンズ2点返しました。6対5になりました。イーグルスなおもピンチが続きます。ここで攻撃の流れを止めないといけませんよね。さあこの場面で打席には1番の和田が入っています。さて西さん、バッターの和田対左ピッチャーはどうなんでしょう。バントしました。右方向へ転がした。一塁アウト。送りバント成功。西さん、この場面スクイズはどうでしょう。まあ普通に考えると犠牲フライじゃないでしょうか。打った。サードランナーホームイン。マリーンズ追いつきました。6対6振り出しに戻ります。抑えたかったんですが、この場面で同点とされてしまいました。ここで意地を見せられました。同点になっています。ツーアウトランナー一塁と変わります。バッターボックスには4番中村。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ファーストランナースタート。二塁タッチアウト。盗塁失敗。これで3アウト。しかしこの回マリーンズ貴重な得点が入りました。6対6マリーンズ同点に追いつきました。9回の裏、西さん、さあ1点入ればさようならです。ヒーローが出てきてほしいんですが、どうでしょうかね。いやそうですね、まあ今日はね、誰がお立ち台に立つか楽しみですね。そのさようならに向けて戦っています。改めてお聞きします。バッターの小郷、バッターとしてはどういう特徴がありますか。まあ、外野の間を抜いていくような低くて強い打球が多いのが特徴ですね。まあそうですか。ふわふわっと上がった。ワンアウト。打順は1番に帰ります。バッターオコエ、今日はホームランを放っています。
ハーマン、まずは先頭バッターを打ち取っています。インローボール、打った、センター前ヒット、これでマルチヒット。厳しいコースだったんですがうまく打ち返しました。いやー、ここはうまくバットが出ましたね。いいバッティングでしたよ。まず何を投げてくるか、際どいコースに送ってストライク、走ってきた、キャッチャー送球して二塁タッチアウト、盗塁失敗。俊足のランナーでしたが素晴らしい送球が来ました。入りました。ワンボールツーストライクと追い込みました。アウトコースのチェンジアップ、変化球打った、ボテボテのピッチャーゴロ、一塁アウトでスリーアウト。この回イーグルス結局3人で、これから10回マリーンズの攻撃です。そしてイーグルス、さあマウンドを任されたのは酒井、今シーズン6試合目の登板です。初球打ち、レフトに上がった、ここは打ち上げています。これは平凡なレフトフライ、レフトが取りました。バッターボックスは5番エチェバリア、今日はまだ当たりがありません。ワンアウトランナーありません。初球打ち、これはショートライナー。バッターボックスには指名打者の角中、今日はまだ当たりがありません。ツーアウトになっています。打った、大きな打球になった、ライト下がっていく、下がっていく、スタンドには届きません。バッターランナーは二塁到達、角中ヒットが出ます。ツーアウトランナー二塁、ここはうまく引っ張られました。さあそしてバッターボックスには安田が入っています。怖いバッターですけども、勝つためには抑えるしかないですね。さあ一打勝ち越しという場面、さあここでマリーン、変化球打った、高いバウンド、ファーストが抑えた、一塁アウト、これでスリーアウト。これが先ほどのプレーになります。ご覧いただき、10回の裏、楽天イーグルス打順よくこの回はクリーンナップから始まります。辰巳がバッターボックスに入ります。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。前の打席はヒットになってもおかしくないような当たりでしたよね、はい、タイミングは取れてるんで期待していいと思いますね、レフトへ、ここはフライになっています。掴んでワンアウト、4番バッター浅村、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。先ほどはバッテリーにしてやられた感じでしたよね、今度はやり返さないといけませんよね、そうですね。まずはワンアウトを取っています。変化球が低めに外れます。さあ4球目は何か、よく見ましたよね、選球眼がありますね。膝元、変化球がわずかに外れています。外のボール打っていった、ワンバウンドヒットになった、レフト前ヒット、これでマルチヒット。ここはうまく打ち返して出塁。さあ一塁にサヨナラのランナーを置いています。バッターボックスには茂木、そして一塁ランナーは村林。ここは走らせてみてもいいかもしれませんね。ファウルです。相手バッテリーはゲッツーを狙ってくると思うんで、そういうボールには気をつけたいですよね。なるほど、そうですね。
ストレート打った、ヒットになる、ライト前ヒット、これで3安打猛打賞。見事なバッティングでした。リプレイでご覧いただきましょう。いや本当にうまく反応、いいコースですが外れています。インコース、これは外れます。ボール先行です。内へズバッと投げ込んできました。まあインコースのボールに差し、内のボール打っていった、高く上がった、この打球はフライになっています。レフトフライ、掴んでアウト、ツーアウトランナー二塁一塁と変わっています。さあそして打席には鈴木が入ります。さあツーアウトにはなりましたが、チャンスはまだ続きます。なんとか決めてほしいですね。なるほど、そうですよね。低め、これは外れた、ここは見ます。スリーボールになりました。外角低めのストライク、フルカウントです。さあバッテリーは何を選択してくるでしょうか。ここも見送って、さあそしてバッターボックスには銀次が入っています。さあなおもチャンスで満塁の局面、もうここで決めてしまいたいですね。なるほど、そうですね。ライトに持っていった、ワンバウンドヒットになった、二塁ランナー三塁に回った、劇的な結末、サヨナラ。鮮やかなバッティングでした。この人もタイムリーで見事なサヨナラ勝ちです。打ったバッターはもみくちゃ、楽天イーグルスがなんと劇的なサヨナラで勝利しました。延長でのサヨナラゲームとなりました。西さん、やはりサヨナラ勝ちというのは勝利の味も一味違うものですか。そうなんですね。サヨナラ勝ちが多いチームというのはやはりそのシーズン、優勝する確率も高いんですよね。そうなんですか、やはり乗っていけるんでしょうね。勝ったイーグルス、サヨナラ勝ちという劇的な勝利をものにしました。